の奇跡につつつつつの時間やってもらいました。ということでですね、なんと今日はですね、ラファエルさんからもらったプレステ4をタラララララバチコンバチコン開封していきたいと思います。PS4! はい、めぐみチャンネルと思った皆さん、それはあかんぜよ。3年前にこれ流行りましたよね。PDR さんも、瀬戸康史さんもこれやってました。PDR! ってこれ知ってますかね？知りませんよね。まあ、開封していきます。まあね、僕プレステ4ね、本当は中3の時買おうと思ってたんですけど、結局ね、これ中3の時にプレステ3を購入してしまって、あたかももうこのね、プレステ4に出会うまで、あと3年という月日が経ってしまいました。ということで、開封していきたいと思います。よし。で、普通のプレステ3は確かにいくらするんだったっけ？もともとは4万円くらいするんですけど、今はね、ちっちゃくなって新しくなってね、定価の1万円切った3万円で売られてるというね、プレステ VR というものが出て、多分安くなったんでしょうね。すごいですね。コントローラー。コントローラー。なんすか、俺。あ、プレステ3と比べてコントローラーのなんかこの、チンコっぽい部分が細くなってますね。いや、素晴らしいぞ、これは。え、なんか起動してる、もう。ほら、やっぱ違うわ。あれ？なんで起動してないの？あ、やっぱ違うわ。ほら、起動してるわ、もう。しかも、ほら、見てください。スタートボタン。なんでスタートボタンとセレクトボタンないの？なんでタッチ。セレクト、ありますね。スタートとセレクト購入。あ、ほんとや。じゃあ、これ真ん中のは何なんだ？真ん中のはですね、はい、メニューですね。本体の方、開けていきたいと思います。ちっちゃくね、これ。小さっ。ちっちゃ！え、めっちゃちっちゃい、これ。置き場所にも困らない。普通のプレステ4のこれ2分の1ぐらいしかない。いや、それはないっすね。3分の1ぐらいとか。うわ、やばいな、これ。細い。すっげえ細い。あ、なるほどね。まあ、こうやってプレステーションはね、なかなか小型化を遂げていくという、次プレステ5はどんな形で出てくるのか、多分、なんでしょうね。多分、プレステ5となったら、もう、形ないんでしょうね。じゃあ、試しにセッティングして、ウィニングイレブンをやっていきたいと思います。後輩が持ってきました。僕はプレステ4のゲーム機、1個も持ってないんで、プレステ3のゲーム機しか、ゲームソフトしか持ってないんで、ウィニングイレブンやっていこうと思います。これなんじゃ、なおずみてえがで、このおかしさがあって、ふざけんなよ、ほんとに、じゃあ。ギャー